新しいことに挑戦するというのは自分の枠組みを広げるために改めて実感を通してすごく重要なことだなとは思った。はい、矢島です。今回は後編ということで、僕が上野の森美術館でバランスさせていただいた展示会場をですね、ちょっとあの前編に続いて、残り半分ご紹介させていただきたいなと思います。会場の雰囲気を取りながら、気になる作品ちょいちょい解説を挟みながらいけるかなと思います。最初ですね、ここに映しているのが僕がちょっと最近ずっと気に入って描いているキャラクターなんですけども、今回 T シャツも作らせていただいています。グラッパーというキャラクターの作品なんですけども、ちょっと後ほど出てくるでっかい絵があるんですけど、そこで初めて僕が描いたキャラクターになりまして、そこから気に入って描いてて、今回会場に合わせてカラフルな形で描いたんですけども、結構この歪な形をしているキャラクターが特徴で、その多様性を受け入れようみたいなメッセージと、いびつさをそのまま尊重する、それが人それぞれの個性の違いを、もうそれぞれその人それぞれの価値があるから、それをそのまま受け入れて自分はこのままでいいんだ、もっと楽しもうみたいなことも象徴として作ったキャラクターとなっています。そんな感じで、じゃあちょっと見ていければなと思います。本当にですね、作風結構様々なのっていうのをたくさん来る形で語っていただくんですけれども、この3点は抽象画として描いた作品ですね。やっぱりその僕が発信したい思いとしては、本当根底から一貫していてですね、見る人にプラスの影響を与えるというか、自分には価値があるから、もっと自分の価値を信じようよというところで、この辺りの作品は内なる衝動、自分自身が僕から出てきた衝動をそのまま絵の具をモチーフを直接描いたりとか、手に出して描いたりとか、思いの方の衝動の周りを描いた抽象画の作品になっています。結構ですね、立体作品、鏡の作品があります。これはあの前編の方でも最後鏡の作品紹介させていただいたんですけども、それと一緒でですね、自分自身が鏡に映り込むことによって完成する作品のシリーズになっています。現在生きている世界、日々の生活が辛いとか苦しいとか暗いとか思っている方も、この鏡を通して、装飾された鏡を通すことによって、あ、自分自身ってすごく素晴らしい価値が実はあったんだなとか、今生きている世界ってこんなに恵まれてたんだなとか、こんなに綺麗なんだなみたいなことを感じてもらえればなと思って作っている作品になります。で、今回ですね、広いすごい会場なんですけれども、本当にバラエティに富んだ見せ方になっていて、その中でも特に特徴的なのがこのちょっと入り組んだ企画の部分。この辺りの作品はドバイを中心に展示していた作品を持っていますね。今回 NFT の作品を作りまして、原画をもとにそれをちょっと動画で動かしたものを用意しています。これから NFT もすでに注目されている方たくさんいらっしゃいますけれども、やっぱり伸びていく業界だと思うので、そこを少しでも広くいい機会だなと思ってですね、今回もこの作品を用意していただきました。すると奥で今ミュージックビデオが流れてるんですけども、これがアゲンストっていうバンドがあったんです。こちらのミュージックビデオの作画を今回担当していただきました。で、 iPad で作画の方を担当していただいて、それをアニメーションとして作っていただきます。 iPad の作業自体は今まで全然やったことなかったので、僕にとってもすごく挑戦的な作品になってるんですけども、やっぱりやってみて新しいことに挑戦するというのは自分の枠組みを広げるために、やっぱり改めて実感を通してすごく重要なことだなとは思ったので、すごいいい経験になったということとともにですね、やっぱりたくさんの人に今回見ていただいて、やっぱりたくさんいろいろ気づきをいただいたので、今後また僕が作る作品でもこれを作り出したということが、いろいろいい意味でも影響が出てくるかなと思います。そんな感じです。今半分ぐらいなんですね。でこの辺りが花と植物をテーマにされている作品ですね。僕が花とか植物も結構好きで描くんですけれども、見たままそのまま描くっていうのは、やっぱり根底にあるプラスのエネルギーとか、目に見えないエネルギーというのを表現したりとかあるので、花だったり植物というモチーフを使って、それをそのまま描くっていうよりは、それを見て僕が何を表現したいのか、その時の心情を込めて描いているという、なのでちょっと抽象的な表現とかが入ったりしているのが重要かなと思ってます。これがさっき最初に紹介した
フラッパーの本当元となった絵なんですけども、この2枚をですね、もともとマイアミに展示するように書いてた100号の大きさの作品なんですけども、まあ、テーマは、まあ、子供が大きなテーマになってまして、こっちのタイトルが The Brave Thing の勇者っていう作品、こっちは Believe Your Hope、 自分の中の希望を持って信じようっていう作品なんですけども、やっぱりこの勇者って本の作品ですと、やっぱ子供ってもう本当に失敗を失敗ととらえず、もう思ったことなんでもやっちゃうみたいな感じだと思うんですよ。やっぱ大人になるとどうしても失敗怖いとか、まあ、そういうところが出てくるなというところを、まあ、やっぱり楽しみながら何でも挑戦して進んでいく、なんかそんな絵を描きたいなと思って、こういうあえてぐちゃぐちゃというか抽象っぽいところもですね、その子供ががむしゃらになっているとか、別になんか成功するためにはなんか綺麗にうまくやる必要もなくて、何がいつ成功に変わるかっていうのはわからないと思うので、本当に泥臭くてもいいからもうどん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 前に進んで、その時思ったことやっていこうよっていう思いを込めたんですが、本当にそれをキャンバスにぶつけたっていう感じです。でこっちのビリビュアホーカーですね、これすごい僕も好きな作品なんですけど、なんかやっぱり子供の頃ってすごい夢があるというか、やりたいことたくさんあって、もう常にもうなんか考えがどちらかっているというか、いろんなことあると思うんですけど、やっぱり成長するにつれてそこに無意識ながら蓋をしてしまう人がすごく多いんじゃないかなと思っていてですね、やっぱり小さい頃誰もが思っているというか、無限の可能性をですね、この絵にどうにか表現できないかなと思いながら、たくさんのものを描いた作品になっています。なんか見た人が、ああそういえばこんな風にちっちゃい頃は何でもできるって思ってたよな、それこそなんかウルトラマンになれるって思ってたよな、なんかそういうことをですね、思い起こしていただいて、まあ明日への希望じゃないですけども、プラスのエネルギーをまた感じてもらえたらいいなと思って作った作品になりますね。ここがラストですね、今回の展示。これはですね、いろいろ作品の中ある中でもまた一個特徴的な作品だなと思っていて、廃材を使って作った作品なんですけれども、実際作っている時はですね、他に友達のお子さんとか周りにいながら一緒にみんなで作ってるみたいな感じで作った作品なんですね。結構その子供たちと和気あいあいしながら作っていて、タイトルが今日も幸せっていうタイトルなんですけど、まさにその作っている時に僕はそれを感じてですね、子供たちみんなで一緒に楽しく作ってたんで、まあ、それをそのまま表現させていただいたというふうに思っています。そしてこの自立、これ今回ですね、やっぱ展示してみてやっぱり面白いなと思うのが、実際自分が思っている評価と見ていただく方からいただくお言葉でやっぱりギャップというか、まあ、いい意味での書きがたくさんあってですね、これがやっぱり僕が思った以上にものすごく反響があってですね、興味を持っていただく方が多かった作品私なんですけれども、元々はですね、風景画を描いてあったんですね。この海の絵を描いてたんですけども、最初は本当写実的に描こうかなと描き出したんですけれども、ちょっと中心筆が止まってしまって、やっぱりこのまま描き進めていっても、なんか面白くないなっていうのが最初の漠然な思いでして、でそこからじゃあ何がを表現したかったんだろうなっていうのをもう一度振り返ったときに、やっぱりこの風景を通して、なんだろう、そこでそれ人それぞれが持っているストーリー、まあ、思い出だったりとか、なんかそこで感じるその目に見えない感じだと思う、言語化できないもの、そういったものを形にしたいなと思った時に、このドローイング、線画を白の線で挟んでですね、まあ、その絵を見て、まあ、どんな気持ちになったらいいかなみたいなところを書き連ねていった作品になります。基本的には一言で言ってしまえば幸せとか、ハッピーとか、そういったところのイメージで進めて思っています。これはちょっと今回展示を通してすごい難しい発見があった作品でもあるので、今後また作っていきたいなと思っています。やっぱり今回展示を1週間させていただいて、本当に700名以上の方たくさん来ていただいてですね、たくさんのご意見いただいて、やっぱり本当にこれが僕の今後の作家人生にも大きな影響を与えるっていうのは身近に感じてますし、これから作る作品も本当にアイディアたくさんいただいているので、すぐにもまた描きたいなと思ってるんですけど、これからまたいろいろいい意味で変わっていくし成長していくかなと思ってますので、まあ、そういった僕の日々の成長というか挑戦をですね、この YouTube 等を通して発信していければなと思いますので、まあ、引き続き見ていただければなと思います。はい、それでは本日はですね、個展の後編ということで
ご案内させていただきました。はい、では本日もありがとうございました。